私を幸せにしてくれる男っていうのを探してる気がするんですけども、そういうね、なんか幸せっていうのを他者に委ねる生き方って多分どれを選んでも失敗すると思うので。アンさん、女性20代。3年ほど交際して結婚を約束していた彼と2ヶ月前に別れました。彼は出会う前から夜職をしており、昼職に転職してから結婚しようという話でしたが、約束の期間になっても職探しをする様子もなく、私から別れを切り出しました。しかし彼は別れてすぐ前の職場を辞めて、次の就職先も見つけ、幸せにするから結婚してほしいと言われました。食事に行くと楽しいですが、以前ほど彼のことを好きじゃなくなっているのを感じます。もともと結婚願望は強く、子供も欲しいので、これから新しく婚活や恋活を始めることを考えれば楽なのかもしれませんが迷っています。つまりよりを戻せば楽なのかもということですね。もう一人私に猛烈にアプローチしてくれる男性がいて、結婚したいと言ってくれています。一緒にいて楽しいですが、好きな時とそうでない時があり、本人にもそう伝えています。どちらを選ぶなのかわからないので、何かご助言いただけると幸いです。なるほどね。元彼とはまだ食事とか行ってるわけですね。でもあんまり好きじゃないと。前好きだったんでしょうね。でも夜食やめて昼食見つけるという約束を果たしてくれてるから、もう一度付き合ってみるのは悪くないと。で、プロポーズを受けてる新人君は楽しいけどあんまり好きじゃないと。つまり言っちゃえば現在二股中なわけですね。で、2ヶ月前に別れて食事を一緒にしてて、で今の新しい人とプロポーズを受けてるってことは、多分この2ヶ月近く二股を続けてるということだと思うんですよ。で、二股を2ヶ月続けて結論が出ないということはですね、股数を増やすしかないと思うんですけどね。つまり選択肢を増やして妥協点を探るということですよね。3股か4股して、もうちょっとマシな物件を探すというかですね、やっぱこれだという思うやつに当たらない限り、どっかで妥協したらですね、延々後を引いちゃうと思うんですよ。ただ、気になるのは私を幸せにしてくれる男っていうのを探してる気がするんですけども、そういうね、なんか幸せっていうのを他者に委ねる生き方って多分どれを選んでも失敗すると思うので、そうですね、安定という意味の結婚願望だったら新人君だろうし、ドキドキする恋愛がずっと続いて幸せっていうんだったらば、元夜食の元彼じゃないかと思うんですけどね。3股以上に増やしたくないんだったら、自分の結婚願望がどの辺なのかというのを見極めた上で考えるしかないと思います。トラビスさん、男性50代。私は模型全般が好きで、ほぼ毎日模型を作り、一月に数個の模型を買っています。数個っていうのは欲しい模型が同時発売される時だそうです。が、その都度妻に嫌味を言われます。私はタバコは吸わないし、ギャンブルもしない、お酒も飲みにも行かない、キャバクラとか意味がわからない、乗っている車は中古の軽だ、プラモデルぐらい好きに買わせてよと反論しますが、あまり妻には響きません。そこで岡田さんなら何と言うのかなとふと思い投稿させていただきました。模型に限らず似たような環境の人は多いと思います。そうですね。多分多いと思います。ぜひともご意見や良い例え、相手を説得というよりは納得させられるようなキーワードをいただければ幸いですと。うわー、なるほどな。はいはいはい。ご意見や良い例え、相手を説得というよりは納得されるようなキーワードね。相談者の味方になるっていうふうに言ったんですけどね。ちょっとこれね、考え方変えるしかないんですけど、例えばあなたはタバコ吸わない、ギャンブルしない、お酒飲めない、飲みに行かない、キャバクラとか行かないから良い夫であるというか、少なくとも不良物件ではないよねっていうふうに言ってると思うんですけども、多分あなたの奥さんは現にタバコは吸わないし、ギャンブルも行かないし、お酒飲みに行かないし、ホストクラブとか行かないでしょ。ということは、俺っていい旦那だろじゃないんですよ。俺って当たり前の旦那だろって言ってるんですね。で、奥さんも当たり前だから、もうこの状態でイーブンなんですよ。だからプラモぐらい買ってもいいだろうとはならないんですね。これで奥さんが月にですね、何千円下手したらですね、欲しい商品があるときは何万円もですね、化粧品買ってるとかブランド品買ってるんだったら、これはイーブンになるんですけどもですね、旦那が、俺って割とマシな方の旦那だから、これぐらいの趣味認めてよっていうのは、奥さんもイーブンで普通の良い奥さんである限りなかなか成立しにくいなと思うんですけどね。でおまけにイーブンの条件であるのにですね、トラビスさんがプランも買って家計を脅かしたり、家の容量ですね、つまり家の中のですね狭さを侵略してるんだったら、もうこれ奥さん不機嫌になって当たり前なんですよ。なので相手を説得というよりは納得されるようなキーワードはですね、ペコペコ言い訳しかないです。もう本当にですね、今頭下げて多分ペコペコしてると思うんですよ。でちょっと不機嫌に、いやなんか俺タバコも吸わないよ、酒も飲まないよっていうのはやめましょう。これね悪い戦略なんですよ。そうではなく、ごめん本当に欲しいんだ、ごめんごめん本当に欲しいんだ、ごめんごめんって言いながら謝りながら買うしかないです。謝りながら買ってですね、でプラモを買う予算の4分の1ぐらいを使って奥さんが喜ぶものを買うのがいいんじゃないですかね。奥さんが喜ぶものっていうのは奥さんも自分も喜ぶものじゃないですよ。奥さんだけが喜ぶものを買う。でそれで1回目か2回目で空振りしたら、もう次から何が欲しいのか聞くんで構わないですから、そうやってですね、そのお互いがなんか自分の趣味でお金を使うっていうようなことにしないと。でこの場合はもう将来的なローンの支払いとかそういうふうなものはある程度こう考えてるんだけど、これぐらい趣味の範囲で認めようよというふうに言って、で悪いけど俺にはもうどうしても捨てられない趣味があると、うちの家がまあ毎月毎月余分な趣味に使える予算が2万円だとしたら、悪いけど1万5000円はプラモに使わせてくれと、5000円はお前の好きなもの買って構わないというふうにしてペコペコしながら条件闘争するのがですねいいと思いました。だから必要なのは趣味に対する理解とか承認ではないんですよ。見逃しを求めるんです。見逃してくださいというですね、ペコペコしてください。本当に僕トラビスさんのためを思っていますけど、ペコペコが一番いいです。卵かけご飯さん、女性20代。私は他人に対して性的好意を抱かないアセクシャルです。アセクシャルって言うんですね。しかし結婚したいし子供も欲しい。結婚相手を見つけるには性的関係を含む恋愛が必須なので困っています。周りが順調に恋愛して結婚に近づくものを見ると非常に焦ります。自分ではどうしていいのか分かりません。何でもいいので少しでも心が軽くなるようなアドバイスをいただければということで。何でもいいので心が軽くってね、そういうアドバイスあんまないぞ。ただですね、アセクシャルで他人に対して性的好意を抱かないから恋愛が難しい、結婚が難しいと思ってるかもわかんないんですけども、そうじゃなくて男と恋愛したいとかですねと思ってる人でも独身とか彼氏がいない人って山のようにいるじゃないですか。だからそのアセクシャルだけども子供が欲しいっていうのはマイナスにあんまりならないと思うんですよ。どちらかというと僕プラスだと思うんですよ。っていうのはなんでかっていうと、恋愛したいと思ってる女の子がですね狙わないような男性ですね、年上のひも手のおじですね、その辺も同じように性的行為抱かないし、もしなんだろうな抵抗がないんだったらそこら辺ね選び放題でラッキーだと思うんですけどね。安定した結婚生活を送れて子供を作ることのみに条件を絞ってお見合いでも何でもすればいいと思うんですよ。年の差婚を狙えば20代の間はもう入れ食いだと思うんですね。30代後半から40代ぐらいのおじさんと結婚すればいいわけですし、そのおじさんが離婚歴があって子供もいればですね子供を作る能力があるのはもう確実なんですからですね、そうじゃない男の人と恋愛してもそれはリスクになるだけだと思うんですけどね。だからアセクシャルなんですっていうような割とその難しいことを受け入れてるんだからですね、結婚するには恋愛が必須ですっていうね常識にとらわれるというのはちょっと変だと思うんですけど、まあ別に産むんではなくて子供が欲しい、結婚したいだけだったらシングルファーザー見つけて結婚するんでもいいと思いますけどもですね。僕生まれた時にですね心臓に先天的な血管があって、もうほぼほぼ8割の確率で1歳で死ぬというふうに言われたんですよね。心臓が激しく打つことによって死ぬわけだから、要するに泣かさなければいいということで、うちの母親はそこからもう本当に2年ぐらい寝てないそうですね。とにかく僕は一瞬でも泣きかけたらすぐにあやしてあやしてあやしてっていうのをやってくれたんでですね、まあそれでまあ僕は生きてるんですけども、いやすいません今のコメントでこんな立派なサイコパスになってと書いてあってまあその通りですよね。愛を過剰に受けるとサイコパスになるんですけどね。